エンジンルーム見ていきます。エンジンルーム内もなかなか綺麗ですね。ヘッドカバーもハゲがないですし、エンジンルーム内なんかこう目立つようなサビみたいのも特に見当たらない感じですね。こんな感じで綺麗な状態です。ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。まあこんな感じで特に変な音もしてないですし、まあ、エンジンの振動も至って普通な感じですね。特段変な感じはないかなといった感じのエンジンルームです。はい、以上です。